ダダン、バッキーズ行ってきたよ。アメリカ南部、アメリカ南部にあるですね、非常に大きなガソリンスタンドでございます。ガソリンスタンドなんですけれども、非常に大きなスーパーマーケットというか、まあ何でもあるデパートがついてるんですね。しかも24時間営業。そう、このバッキーズはね、マジでアメリカのトイレの中で一番綺麗っていうのも歌ってるし、24時間営業、何でも売ってる。ここでね、あの皆さんへのお土産とかお菓子とかもいっぱい買ってきましたから。すごく綺麗なトイレってことでね、あのどんだけ綺麗なんじゃいっつって、もうバッキーズ自身がね、自分でもうね、表に看板書いてるの、あの世界中のおかんが喜ぶトイレって今テキサスで一番綺麗と噂のバッキーズのトイレにいます。すごい、ドアの隙間がない、個室の隙間が、下はねもちろんね空いてますけど、アメリカ風ですね。すげえ、トイレとペーパーが荒らされてない、すげえ、床にゴミが落ちてない、綺麗ですね。以上、中よりトイレしながらお送りしました。トイレのドアとドアの間に鬼のように、基本的には指2本横に入れるぐらい隙間があるのがアメリカのヤバいトイレなのに、あとあのもう下にゴミが落ちてたり、トイレの蓋が外れてその辺に投げつけられたりしてるのがアメリカのトイレなのに、綺麗すぎる注射器が落ちてない。みんな、あの本当指2本さ前に出してみて、それがあのそれぐらいの隙間がトイレのドアにある。だから普通に外にいる人と目が合う普通にトイレしてても。The only bad thing is that washlet is not common. I know. Washlet はね、あのアメリカは基本ないですね。In Japan it's super common. Like department stores always has it. I only use bidet at home though. I only use them at home. I don't want to use public bidets. I don't. I think it's kind of dirty, you know. When you push the button, the nozzle comes out. It comes out. And then they shower you, right? Upwards. So, and then after that, the nozzle goes in, right? But my dad poops while the nozzle's out. And you know what happens? The nozzle is gonna be full of... There's gonna be chocolate paste on the nozzle, right? But what happens if it's in the public?ノズルは毎回洗浄されるぞ。でもうちのパパとかノズルにうんこつけてるんだけど、マジでうちのママがさ、それでさ実家いる時とか毎回さ、本当にやめて汚いとか言って怒っててさ、そうで、うちは基本的にパパ以外はあのビデオ使わなくなった。Обратите внимание и на меня. Вот чья я. Обрати внимание. どういう気持ちで言ってるの？恥ずかしくないの？気づいてない。こんなにアピールしてるのに。Обрати внимание. Обрати внимание. Обратите внимание.